過ぎゆく東北本線、なんとものどかな姿です。あ、どうも、ようくん町ブラチャンネルです。本日は福島県白河市の白河駅周辺を散策していきます。動画の最後はお隣新白河駅の周辺も映していきますんで、よろしくお願いします。それではホームから改札口に向かいたいと思いますので、まず階段を降りていきます。階段を降りると駅というよりは何かどこかの観光施設にいるような風景が広がってます。カメラを左側に向けるとこちら、駅の中にガーデニングのエリアがあります。なかなかこういう駅ってお目にかからないので、なんかね、心がほっこりします。それでは改札口まで向かっていきます。あちらが改札口ですね。はい、駅構内はこんな感じで、少し昭和的な、なんかレトロな感じが漂ってます。落ち着いた駅って感じですね。駅カフェと書かれてまして、こちらがカフェになってるみたいです。待ち合わせとかするときとかね、待ち時間とかにとてもいいのかもしれないです。それでは駅を出てちょっと外の様子を見ていきましょう。駅を出るとロータリーが広がってます。バスやタクシーが止まるエリアもあります。カメラを少し右に回すと NTT のビルがあります。それ以外は高い建物はなく、住宅地が多い、そんな感じです。白河駅は住宅地の中にある小さな駅といった印象があります。ただ少し外れたところに魅力的な観光地がいくつかありますので、散策していこうと思います。駅から左側を歩くと何やらレンガ調のこじゃれた広場があります。人と文化の交流広場という名前みたいです。で、さらにこの広場を進んでいきたいと思います。しばらく進みますと正面にトンネルがあります。トンネルの上には小峰ふれあい通りと書かれてます。とりあえずこのトンネルの通路を入ってみたいと思います。はい、トンネルに入りますと何やらいろいろ観光ポスターが貼られてます。まず目についたのが白河の関跡と書かれてます。白河の関は根津ヶ関、名古屋の関とともに奥州三冠の一つに数えられる関所であります。こんな風にね、いろいろ歴史のことが書かれてます。松尾芭蕉奥の細道、白川ともゆかりがあるみたいです。で、反対側には白川だるま市と書かれてます。あ、だるまで有名なんですね。高崎かと思ってたんですけど、まあ全国にはいろんなだるまで有名な町ってあるみたいなんで、これはちょっと知らなかったです。他には南湖公園と書かれてます。湖とね、後ろに雪山がとても美しい、そんな写真があります。こちらは動画の中盤から後半で散策して写していきますんで、楽しみにしててください。はい、いろいろ観光ポスターを見てまして、トンネルを抜けていきますと、何やら左側の外壁がお城のようなテイストになってます。さっきのレンガ調の広場とは全然対照的ですよね。はい、しばらく歩きますと左側に本当にお城のような門があります。っていうか、お城なんですよね。で、城山公園って書かれてます。この公園の敷地内にお城があるみたいです。はい、入っていきますとこんな感じで、芝生の広場があります。とても広々としてる感じです。そしてですね、ここの右側なんですけども、こちらのお城、小峰城と呼びます。映像でも映っててわかると思うんですけど、石垣がありますよね。で、東北地方では珍しい総石垣造りのお城で、盛岡城、若松城とともに東北三名城の一つにも数えられるみたいです。戊辰戦争でほとんど建物が焼けてしまいまして、石垣が残ったみたいなんです。1991年に木造により復元されました。2011年東日本大震災で石垣が崩壊したために立ち入り禁止になってたんですけど、2015年に復興して今のようにこう入れる形になったみたいです。少し歩き疲れましたんで、といってもそんなにね、歩いてるわけじゃないんですけど、お店がありましたんでこちらに入ってみたいと思います。注文しましたのが白河だるまバーガーです。先ほど白河市はだるまも有名とお伝えしましたけど、そんな感じでだるまのデザインになってます。中はコロッケ、チーズ、トマトとね、とても美味しかったです。なんか地産地消の新名物になってるみたいです。小峰城、城山公園を後にしまして、駅の方向まで歩いていきます。右側にはお城の外壁が見えまして、左側には綺麗な住宅地が広がってます。正面には青い空が広がってて、とても歩いてて気持ちよかったです。白河駅まで戻りまして、これからバスに乗って南湖公園というところまで行きます。バスに乗りながら街の様子とかも映像で映していきます。バスに乗りまして南湖公園を目指していきます。
で、ロータリーを右に曲がりまして、こちらの道をまっすぐしばらく進んでいきます。途中、新白河駅もバスが止まるみたいなんで、そちらも映像で映していきます。映像を見てわかると思いますが、周りにお店はほとんどなく、市街地って感覚があまりないです。まあ、白河駅あたりも個人でやってるお店とか点在してると思いますんで、街の散策をするには、行ってみるといいかと思います。バスが信号待ちしてます。で、こちらを左に曲がっていきます。で、この正面のこの通りが国道289号線です。で、バスが左に曲がりまして、左手にはビッグエコーがあります。他にもお店がいくつか点在してて、正面にはマンションとかもあります。ここを道なりにしばらく行きます。マンションを過ぎますと、正面にはマックとかあったり、で、交通量も多くなってます。先ほどの白河駅とは全然対照的です。まあ、地方都市っていうのは、駅前っていうよりは、国道の郊外が栄えているような、そんな感じがします。右側の看板にはママドールと書かれてます。福島の有名なお菓子です。で、ここを右に曲がりますと、見えてきました。新白河駅に到着です。先ほどの白河駅とは全然違いますね。さすが新幹線の駅です。で、この通りのどこかに白河市と西郷村の境界線があります。この新白河駅の住所は西郷村となってます。ただホームの北側は白河市にまたがってるみたいです。なんか日本の新幹線の駅で唯一村に泊まる駅みたいです。そう考えると結構すごいです。雰囲気は全然村って感じではないですよね。あと住宅地とかマンションが立ち並んでます。この辺り結構首都圏からも近いエリアなんで、ちょくちょくこう通勤する方もいるとの情報です。で、こんな感じで綺麗なマンション群が立ち並んでて、新しい市街地を形成されている、そんな感じがしました。で、駅のメイン通りからここを右に曲がります。先ほど通ってきた国道289号線に戻りました。で、こちらを右に曲がっていきます。左側には衣料飯店のアベイルがあります。あとガスト、サイゼリアといった外食チェーン店があります。このようにロードサイドショップを形成してまして、この辺りに住んだら特に不便は感じなさそうですね。あと新幹線の駅も近いので、首都圏への行き来も比較的しやすいエリアかと思われます。ここで福島県白河市の概要を簡単にお伝えします。福島県の中通り南部に位置する市で、人口が約6万人です。奥州山間の一つ、白河の関が置かれ、みちのくの玄関口ともして知られています。また東京や仙台といった大きい都市のほぼ中間に位置する市なので、どちらもアクセスしやすいエリアかと思います。地理的には那須高原に面してまして、夏は涼しいエリアとなってます。で、バス停を降りまして、南湖公園の前まで着きました。ここを斜め左方向に行けば南湖公園に着くってことか。で、ちょっとね、行ってみたいと思います。まだ公園には入ってないんですけどね、道路から撮ってるんですけど、見てください。この緑の感じ。青空も美しくて、とても気持ちいいものです。そして公園内に入り、緑道をまっすぐ歩いていきます。ちょうど湖沿いの突き当たりのとこまで来まして、湖沿いもこのような緑道でお散歩できるようになってます。はい、こちらが湖です。南湖公園は寛政の改革で知られる松平定信によって1801年に作られた日本最古の公園とも呼ばれているみたいです。それではちょっと湖の様子をお楽しみください。はい、で公園内にはこのようにお茶屋さんがいくつかありました。ここのお茶屋さんで団子とアイスコーヒーを注文しました。美味しかったです。それでは南湖公園を後にしまして、バスに乗って新白河駅までまた向かいたいと思います。はい、新白河駅に到着しました。で、白河市ってラーメンで有名みたいで、この駅の中にもラーメン屋さんがあるみたいなんで、ちょっと行ってみようと思います。はい、こちらが白河ラーメンです。醤油ベースのラーメンで、とても優しい味がします。ほんとスタンダードなラーメンって感じです。で、こちら、白河小峰城のコップ、こちらに水が入ってました。なんともね、こうおしゃれな感じです。白河ラーメンは駅以外に市内にお店が点在しているので、調べてみて行ってみると良いと思います。
以上、白川駅と新白川駅周辺の見どころを散策したという動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。